サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。愛媛 FC の森谷健太郎です。今日はどうしてもやりたいことがあって、サッカーキングにお邪魔しました。愛媛 FC はたくさんの企業の方々に、応援していただいています。その魅力を、伝えたくて、今回 Twitter でこういう活動をしました。その中でも愛媛のメーカーとして美味しいお菓子を作っている一六本舗さんのお菓子を紹介したいと思います。一六本舗さんに協力していただき、またサッカーキング YouTube チームと、協力して CM を作ってみました。ぜひご覧ください。資料手に持ってくる。あ、持ってます。持ってます。あ、ああ、ほんとだ。すごい。スキャンしました。そうですね。僕が5月にツイッターで一六本舗さんを紹介させていただいたときに、ツイッターで反応していただいて、その時社長自らツイッターをされていると聞いたんですけど、こうああいう発信をするっていうのは、僕自身も個人ではそこまでしたことがなくて、どう思われるかっていうのはすごい自分の中でも不安な部分はあったんですけど、その中でこう反応してもらって、いいきっかけになったっていうのはすごい僕自身もやってよかったなと思っていて、あの時ってどういう感じだったんですかね。僕がこうパッて乗せてどう思われましたか。そうですね、弊社もずっとツイッターなんかの SNS っていうのは活用しなくて、今回、コロナの状況になって、どうお客様に、弊社の情報発信していこうかっていうことで、ちょうどその時のちょっと前ぐらいに弊社でもちょうどツイッターを始めた時期で、今ちょっと公認のものに任せてはいるんですけども、その当時はツイッターってどんな風に発信すればいいのかっていうので、勉強も含めて、私自身がちょっとツイッターを管理してたちょうど時期でして、いろんな方が、一六タルトであったり、弊社のお菓子をどう発信しているのかなっていうのを、ずっとチェックをしてた中で、森谷選手の発信を見つけさせて、その時は本当に、純粋に嬉しかったです。スポンサーとしての、協力はさせていただいても、あまりやっぱり選手の方と、直接コミュニケーションを取るような機会っていうのはあまりなかったので、そういう中で選手の方自らが、そういう情報を発信していただけることっていうのは本当にありがたいなというふうには感じました。僕はカステラを何年も前からずっと試合前、あと試合終わった後の補食として食べていて、一六本舗さんが愛媛市を応援してくれているということで、もうここで買うしかないと思って買わせていただいてたんですけど、提供という形でカステラをいただいてるんですけど、本当にありがたくて、選手がこういう活動をするっていうのは、今こういうコロナ禍という状況がありますけど、もっともっと僕自身はしていくべきだと思いますし、スポンサー様というのはこうお金を出してもらってチームを応援してもらっているという形ですけど、それに見合う僕たちが何かをできてるかなと思うと、やっぱり試合に勝つことだけじゃないんだなっていうのはすごい思いますし、こういうすごくいいきっかけを今いただいているので、僕自身もすごくいい経験をさせてもらっているなと思います。一六本舗さんについて僕調べさせてもらったんですけど、明治16年に創業で、全然僕想像できないんですけど、100年以上前。そうですね、137年前ですね。ですよね。その時からも愛媛でお店を構えてっていう形なんですよね。そうですね、松山市に大海堂という、商店街があるんですけれども、そこで、当時は本当に小さい個人店のお店からスタートをして、ずっと地元のお客様に向けたおやつ菓子の販売をしておりました。で、ちょっと戦後大海堂が全部空襲で焼け野原になって、
って、まあ、その後、まあ、あのもう亡くなったあの前会長、まあ、玉置一郎前会長が、はい、まあ、早く松山の町を復興させたいという思いで、まあ、いち早く、まあ、あのお菓子屋として、はい、まあ、復興させた中で、まあ、その後、まあ、何かあの全国から来られるお客様のために、まあ、松山の名物を作りたいと、はい、で、それが、まあ、一六タルトになったわけなんですけれども、はい、まあ、弊社だけではなくて、まあ、あのタルトっていうのはいろんなメーカーさんが作られてるんですけれども、はい、まあ、そういういろんなお菓子屋さんと協力して、まあ、タルトを中心に松山の名物を作ろうということで、今本当にたくさんの全国のお客様にタルトというお菓子が支持されるようになって、まあ、そういう中で、まあ、弊社も一緒に成長させていただいて今に至っているような感じです。なんかいろんな種類もあるじゃないですか、はい、栗のものとか今だったらこう柚子ですか、あ、みかんですか、みかん、はい、はい、とかあって、あれってどうやってこうアイディアが浮かぶんだろうなって思っちゃうんですけど。そうですね、もともと一六タルトってあの柚子あんしかなかったんですよ。で、まあ、比較的季節商品とかいろんな味を展開したのはどちらかというとうちって後発のメーカーなんですけども、はい、まあ、アイディアとしてやはり、まあ、その時期にあったものとか、うん、まあ、あのやっぱり一六タルトってお土産菓子なんで、はい、まあ、愛媛ならではの素材を使ったものとかっていう形で、まあ、従業員のメンバーと一緒になっていろいろアイデアを出しながら、まあ、その中で、試作をしていって、まあ、アイデアを、まあ、みんなで出しているような感じですかね。なんかいつかはこう愛媛FC と一緒になんかパッケージみたいのを作ってうまくやりたいなっていう思いはあるんですけど、どうですか？そうです、まあ、あの、まあ、タルトもそうですし、まあ、あの最近で言うと、まあ、弊社もあのこれからいろんなお菓子にもチャレンジしていかないといけないなと、はい、まあ、どちらかというとお菓子って甘いもので、そうですね、はい、あんまり健康には良、はい、くないっていうイメージもあるかもしれないんですけども、はい、やはり健康っていうものも考えたお菓子ですけど、あとはやっぱりスポーツ関係で言うとやっぱり、はい、運動に向いた、まあ、あの本当に森谷選手はあのカステラを、はい、まあ、召し上がっていただいて試合に臨むっていう形でのやっぱり運動に向けた、はい、なんかあのお菓子とかっていうのも、はい、まあ、全国見たらあのいろんなお菓子もあったりするんで、はい、まあ、そういう意味ではなんか我々も本当にあの森谷選手だけじゃなくて愛媛 FC の選手の皆さんの力になるような、はい、何かお菓子をできたら将来、はい、面白いんじゃないかなっていうのはあります、はい、すみません、勝手に僕が言ってしまってどの栄養士さんに聞いてもあの補食としてすごいいいっていうのはあの言われていて、僕前に川崎フロンターレにいたんですけど、あのバレーボールの朝日健太郎さんっていう選手がいたんですけど、その選手が公園に来た時にあのカステラをずっと食べてたらずっとコンディションがいいっていうふうに言われて、そこからあの川崎フロンターレではあの軽食、試合前にあのホテルで軽食があるんですけど、その時にもうカステラがこう用意されてるっていう状況だったので、カステラを食べれば試合は大丈夫だ、エネルギーは大丈夫だっていう感覚だったので、こう愛媛に来ても自分で買うぐらい あの本当に必需品だったので、これを機にあの僕から一六本舗さんのカステラをどんどん広めていきたいなとよろしくね。あとあの前回マッチデープログラムの時に、はい、あのお菓子をまたいただいて、はい、あのいい予感しかしないというあのお菓子をいただいたんですけど、なんかこのパッケージとか見た時に結構若い人に受けそうな感じのパッケージだなって僕は思ってたんですけど、そういうのも考えられてっていうことなんですか？そうですね、まあ、やはりあの、まあ、一六タルトって、まあ、あのあんこのお菓子なので、はい、どっちかというと若い人って、まあ、あんこ離れとか言われたり、はい、まあ、どちらかというと和菓子よりも洋菓子の方が好まれたりということで、若い方にも、まあ、弊社のお菓子を手に取っていただきたいなというのもあって、うん、まあ、そういう方を意識してちょっとあのパッケージであったりとかネーミングも含めて、
まあ、ちょっと今までうちになかったような感じで、まあ、新たなチャレンジとして販売して、まあ、それが本当にたくさんのお客様に、好評で、本当に若い方を中心に、はい、そのいい予感しかしないわ、お土産として活用されてます、はい、なんか試合の時に食べたら食べそうなまあそうですね、まあ、いい予感使ってる、まあ、ダジャレではあるんですけども社長がこう一番おすすめなお菓子ってありますか？昔のから本当にあって、はい、まあ本当にまあ、女性の方を中心に、地元のお客様に、うん、ものすごい、愛されている商品で、はい、姫短冊っていう きなこ餅やったりとか、はい、あとはくるみあんの、はいはい、パイで、焼成したお菓子なんですけども、はい、くるみ湯というお菓子なんか、はい、あまり県外の方には知られてないんですけども、はい、本当に、タルト以上にと言ってもいいぐらい、はい、地元に愛されるようなお菓子っていうのは弊社たくさんありますので、まあぜひそういうものも、召し上がっていただけたらなと思います、はい、昔から応援されしていただいているというのと思うんですけど、ここどういう思いで姫富士を応援していただいているのかなっていうのを聞きたいんですけど。そうですね、姫富士がまあ J2 化になった時からまあ応援させてもらってる、まあ、これは個人的にもまた今は企業としても応援させてもらってるんですけども、やっぱり一番はやっぱり強くなっていただきたいというところと、もっとやっぱり地元の方に愛されるチームになってもらいたいという思いがやっぱり私の中では強いです。たくさんのお客様にやっぱり姫富士の存在とか、まあ、試合のことであったりとか試合の結果をまあ興味持ってもらいたいなという思いで、まあ、数年前からまあお店でまあホームゲームの試合結果によって変わるチケットみたいなのを使って、はい、まあ、愛媛FC さんが買ったら20% オフで、はい、引き分けたら 10% オフっていう、はい、そういうまあお菓子の詰め合わせと一緒に、うん、そのチケットを入れた詰め合わせも販売させていただいて、まあ、結構これが安定して、はい、お客様に支持されてますし、まあ、そういう中で普段絶対サッカー見るようなお客様がではないと思うんですけども、はい、やっぱりそういう方が愛媛FC さんの試合結果を気にすることで、うん、まあ、興味を持ってもらって、まあ、そういう、まあ、我々ができることってまあちっちゃいことなのかもしれないですけども、はい、地元のお客様の目につくことでやっぱり愛媛 FC さんをまあ意識してもらって、そこからやっぱりなんかだんだん応援するような形にできるような活動をもっとまあ増やしていかなきゃいけないかなというふうには考えてますし、他チームさんでは結構いろんなことをやられてるというのをニュースを見たり記事を見たりすることもあるんで、今の状況では難しいところもあるかもしれないですけども、やっぱり今後そういうことは増やしていけたらなというふうには思ってます、はい、やっぱり僕がこうスポンサーについて調べさせていただいたんですけど、もちろんスポンサーも含めて愛媛の会社、愛媛の企業様がすごい多くて、まあ、愛媛 FC をこう地元から地域密着で応援していただいている、一緒に成長していくっていうのをすごく感じていたので、まあ、その反面僕たちが何かをこうやれているのかといったら、まあ、サッカーをするっていうことが僕たちが一番やらなきゃいけないことなので、まあ、結果を出す、試合に勝つっていうことはもちろんなんですけど、まあ、それ以外にももっとやれることがあるんじゃないかっていうのはすごい思ってますし、まあ、今の話を聞かせていただいて、なんか僕たち以上に愛媛FCのことを思っていただいているというか、もっともっと一緒になってこう僕たちから働きかけをさせていただいて、もっと良くしようって、愛媛盛り上げよう、松山盛り上げようっていう活動をしていかなきゃいけないっていうふうにすごい感じました。今年から愛媛FCに来てるんですけど、そこまで選手ってこう地元の企業の方々だったり応援していただいている企業様のことをあまり知らないんですよね。僕たち選手がこういう活動だったりいろんなことをして、もっと愛媛に FC を応援してくださるスポンサー様をもっともっと僕たちが PR という言い方がいいのかわからないんですけど、一緒になってこう盛り上げていけるような関係をどんどん築いていくべきだと思いますし、まあ、愛媛 FC 自体もすごく大きなクラブではないので、
まあ、その中でどん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 応援してくれている地元の企業様と一緒に成長していくべきだと思うので、これからも本当にお互いに支え合ってっていう言い方がすごいおこがましいですけど、一緒に愛媛を盛り上げていければなと思います。すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございます。サッカーキングをご視聴の皆様、今ちょっとコロナということで、なかなか愛媛 FC の試合があるときにスタジアムに来られる方ことができない方も多いと思います。特にアウェーチームの皆様なんかはやはりアウェーチームの場所でのお土産を弊社のお菓子を買っていただいているという話もよく聞いておりますけれども、またコロナが落ち着いたらぜひ愛媛 FC の試合、多分応援するのは自分たちが愛するチームだと思いますけれども、ただその時にはぜひ16タルトを購入していただいて、またその中で愛媛を満喫していただけたらありがたいなと思いますので、楽しみにお待ちしております。その時はぜひ16本舗のお菓子をよろしくお願いいたします。愛媛 FC ファンの皆様、そして森谷選手のファンの皆様、私たちも愛媛 FC をまた森谷選手を応援させていただいております。森谷選手が毎試合召し上がっていただいているカステラを一緒に、また、いい予感しかしないを食べて、勝利に向けた応援を皆さんと一緒にできたらと思いますので、これからも16本舗のお菓子を一緒に食べながら愛媛 FC また森谷選手を応援してください。よろしくお願いいたします。完璧です。いいですか、食べるシーンって一発撮りだから顔は綺麗に見えるし、こうやって食べないですけど、いつもこうやってながら食べ、こうやって食べます。これが実際の姿。こうやって携帯ながら。これメイキング疲れちゃいますね。メイキングで疲れちゃいます。こうやってやるのは多分。それで試合活躍されてると。そうですね。コンディション以上は。カステラ完璧ですね。今回。CM を作らせていただいて、社長様ともお会いさせていただき、すごく貴重な経験になりました。愛媛 FC は、たくさんの、スポンサー様に応援していただいています。と僕たちも、スポンサー様とともに、愛媛を盛り上げたいと思います。と今回紹介させていただいた16本舗様の通販サイトの、URL を概要欄に貼らせていただきました。ぜひ皆さん買って食べてみてください。今日は16番館で16本舗さんの商品を購入したいと思います。行きましょう。行きましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもお世話になってます。これが有名ですね、16タルト。何か気になる味とかありますか？僕食べたことあるのはこの、これとこれと、これ、3つは何だろうか。結構抑えてますね。はい、見てください。こんなに先生、ツイッターで一押しの醤油餅と。ああ、醤油餅。ごっちゃなんです。はい。美味しかったっす。あ、これ食べたことないな。ちょっと買い物していいっすか？ぜひ。見えずにしますね。そうですね。でも僕、いつも食べてるのは、このカステラ。これおやつ代わりにも、試合の時とかもいつも
食べてますね。あとはいい予感しかしないという、これ食べとけば験担ぎになるんじゃないかっていうぐらいのネーミングなんで、いつもこれに頼ってます。こうやって和菓子っぽいんですけど、意外とこうやってちょっと洋菓子があるっていう、食べたことないんで洋菓子を買ってみよう。マドレーヌ。おすすめですか？おすすめ、そうですね、温州みかんをおすすめします。あ、なるほど。はい、これですか？愛媛県産の、はい、みかんを使用したタルト。あとは栗尽くしのタルトもおすすめです。ああ、食べたことないですね。栗の細かいの入ってます。塩レモン。塩レモンはそうですね、ほんのりレモンの香りします。みかんのやつにしよう。おすすめいただいた。おすすめ。そして季節限定の塩レモン。もう完璧じゃないですか、これで。モリアチョイスだ。はい。これで。うん。カステラはね、ケーキにしていただいて、はい、ありがとうございます。本当に僕昔からカステラを好きなんですけど。というよりも、僕今サッカーやってるんですけど、はい、そのコンディションを維持するのにすごいカステラが、はい、効果があって、うん、ありがとうございます。もうありがとうございます。分かりました。ありがとうございました。またお願いします。また頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。美味しそうですね。はい、もう完璧です。落ち着いた。お土産ができたんで、はい、はい、家族と一緒に召し上がってください。ありがとうございます。以上でした。